第二十章、一節から八節ある日、イエスが神殿の境内で民衆に教え、福音を告げ知らせておられると、祭司長や立法学者たちが、長老たちと一緒に近づいてきて言った。我々に言いなさい。何の権威でこのようなことをしているのか。その権威を与えたのは誰か。イエスはお答えになった。 では、私も一つ尋ねるから、それに答えなさい。ヨハネのバプテスマは、天からのものだったか、それとも、人からのものだったか。彼らは相談した。天からのものだといえば、ではなぜヨハネを信じなかったのか、というだろう。人からのものだといえば、民衆はこぞって我々を石で殺すだろう。 ヨハネを預言者だと信じ込んでいるのだから。そこで彼らは、どこからかわからない、と答えた。すると、イエスは言われた。それなら、何の権威でこのようなことをするのか、私も言うまい。九節から十九節。イエスは、 民衆にこの例えを話し始められた。ある人がぶどう園を作り、これを農夫たちに貸して長い旅に出た。収穫の時になったので、ぶどう園の収穫を収めさせるために、もべを農夫たちのところへ送った。ところが、農夫たちはこのもべを袋叩きにして何も持たせないで追い返した。そこでまた、 他のしもべを送ったが、農夫たちはこのしもべをも袋叩きにし、侮辱して何も持たせないで追い返した。さらに三人目のしもべを送ったが、これにも傷を負わせて放り出した。そこで武道園の主人は言った。どうしようか。私の愛する息子を送ってみよう。この子なら多分、敬ってくれるだろう。 農夫たちは息子を見て互いに論じ合った。これは後取りだ。殺してしまおう。そうすれば相続財産は我々のものになる。そして、息子を武道園の外に放り出して殺してしまった。さて、武道園の主人は農夫たちをどうするだろうか。戻ってきて、この農夫たちを殺し、 葡萄園を他の人たちに与えるに違いない。彼らはこれを聞いて、そんなことがあってはなりません、と言った。イエスは彼らを見つめて言われた。それではこう書いてあるのは何の意味か。家を建てる者の,の捨てた石。これが隅の親石となった。その石の上に落ちる者は、 誰でも打ち砕かれ、その石が誰かの上に落ちれば、その人は押し潰されてしまう。その時、立法学者たちや祭司長たちは、イエスが自分たちに当てつけてこの例えは話されたと気づいたので、イエスに手を下そうとしたが、民衆を恐れた。二十節から二十六 そこで、機会を狙っていた彼らは、正しい人を装う回し者を使わし、イエスの言葉尻を捉え、総徳の支配と権力にイエスを渡そうとした。回し者らはイエスに尋ねた。先生、私たちは、あなたがおっしゃることも教えてくださることも正しく、また、エコひいきなしに、真理に基づいて、 神の道を教えておられることを知っています。ところで、私たちが皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうかかなっていないでしょうかイエスは彼らの企みを見抜いて言われた。デナリオン銀貨を見せなさい。そこには、誰の肖像と名があるか。彼らが皇帝のものです。というと、 イエスは言われた。それならば皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。彼らは民衆の前でイエスの言葉尻を捉えることができず、その答えに驚いて黙ってしまった。二十七節から四十節。さて、 ががあるることを否定すサドカイイ派の人々が何人々何か近寄ってきてきエスに尋ねた先生、モーセは私たちのために書いています。ある人の兄が妻をめとり、子がなくて死んだ場合、その弟は兄嫁と結婚して兄の後継ぎを設けねばならない、と。ところで七人の兄弟がいました。 長男が妻を迎えましたが、子がないまま死にました。次男、三男と、次々にこの女を妻にしましたが、七人とも同じように子供を残さないで死にました。最後にその女も死にました。すると復活の時、その女は誰の妻になるのでしょうか。七人ともその女を妻にしたのです。 イエスは言われた。この世の子らは、めとったりと継いだりするが、次の世に入って死者の中から復活するのにふさわしいとされた人々は、めとることも嫁とぐこともない。この人たちは、もはや死ぬことがない。天使に等しいものであり、復活に預かるものとして、神の子だからである。 死者が復活することは、モーセもシバの箇所で、主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで示している。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。すべての人は、神によって生きているからである。そこで、立法学者の中には、 先生、立派なお答えです。というものもいた。彼らは、もはや何も、あえて尋ねようとはしなかった。四十一節から四十四節。イエスは彼らに言われた。どうして人々は、メシアダビデの子だ、というのか。ダビデ自身が紙篇の中で言っている。 主は私の主にお告げになった。私の右の座につきなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするときまで、と。このようにダビデがメシアを主と呼んでいるのに、どうしてメシアがダビデの子なのか。四十五節から四十七節。 民衆が皆聞いているとき、イエスは弟子たちに言われた。立法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回りたがり、また広場で挨拶されること、街道では定石、宴会では上座に座ることを好む。そして、やもめの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。 このような者たちは人一,一倍厳しい裁きを受けることになる。